産業能率大学の通信教育。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。今年の4月から経営管理コースに1年生で入学させていただきました。仕事は人材サービスの会社をやっておりまして、 M&A で取得した会社の代表を任されることになりまして、経営に関わる上でちょっと知識が全く足りなかったのでですね、学ばなければならないなと思いまして、今年卒業いたしまして、そのまま大学院にの MBA 課程に伸ばしていただいて、今学んでいるところになります。仕事は陸上自衛官で今36年6月を務めまして、今年の10月1日定年退官をいたしまして、現在外国人技能実習生の管理団体、ここに再度就職をしまして、就職して1週間と。年齢は35歳で小学3年生の息子がおります。都内のインフラ企業の本社に勤めております。もともとこの大学に入ったきっかけが、その本社の新規事業関係の職場に入ったことがきっかけだったんですが、今年の10月1日からそこに戻ることになりまして、またここでの経験を生かして頑張りたいと思っています。自分の勉強不足を痛感するところがあって、それまではいろんな資格取得ですとか、あとはそこでいろんな学校説明会とかを参加させていく中で、山王のその卒業率の高さっていうのをまず一つちょっとびっくりしまして。山王は通信制トップクラスの大学短大卒業率。おそらく断念してしまうだろうな、やりきれないだろうなっていうのも思いもありまして、仕事との両立っていうのがイメージできなかったんですけども、実際にそれだけ卒業されている方がいるっていうことは、できる環境があるんだろうなっていうような、実際のテキストを見て、見比べるとですね、山王のテキストは非常に分かりやすいといいますか、これなら多分自分でもできるなっていうのが実感としてありました。先ほどありましたけど、やっぱり卒業率の高さっていうのはその情報の中ではとてもポイントが高かった。あとは自由が丘というの立地といいますか、はい、ちょっとやっぱ華やかさと、ここに通えるその何かメリットというのは、とても感じた覚えがあります。自由が丘というポイントも大事なんでしょうか。それはありますね。やっぱ響き的にもおしゃれ感ありますし、はい、その科目にとても興味のあるものが多くて、私はビジネスコミュニケーションコースを選んだんですが、自分が興味のあるコミュニケーションのことですとか、プレゼンテーションの仕方が入っていたので、ビジネススクールよりももっと広く学べるかなと思って山王にしました。私は2つありまして、1つはガストロノミーっていうのが、ワインとそれに合ういわゆるチーズとかそういったものを本当に食しながら、単位がいただけるっていうのはとても魅力的な、社会人ならでは、これはもう特にお勧めしたい。あと自由が丘ブランディングっていうのがありまして、自由が丘の街を2日間かけて、どういう形でこんな街が成り立っていったのか、それに対して自由が丘の山王大の学生が深く関わっている、そういったところを勉強できたことは楽しいスクリーングでもありました。フィールドワークの授業を受けられたんですね。実際入学の動機でもあったその会計とか経営に携わる知識が、会計学の科目があるんですけども、ものすごくためになったなと言いますか、テキストも分かりやすくてですね、財務諸表の見方をすごくこう噛み砕いて説明されてたりとか、今までもやっぱり苦手意識があったんですけども、それは少しでもついていけるぐらいの基礎知識はできたかなっていうので、身になっている実感っていうのがありますね。詳しくはホームページで。